野さんに呼んできました。松原啓司と言います。歳は、28歳。出身は福岡です。ややこしいんだけど、大学を卒業してから漁師、ハンター、漁師に弟子入りして、で、狩猟、ハンティングとプロセスミート、プロセッシングミート、勉強して、で、それから、それから自分で師匠の元を離れて自分で岡山の山で地元のその地域の漁師さんとかと連携してお肉を取ってきて売る仕事をしてました。ただその料理が好きで自分でする料理を自分でお肉も取れるようになれたらいいなと思って漁師を始めたんですね。でもその毎日肉を取ってきて切ってお肉を売るだけだったから自分で料理をすることがなくて、で鹿とかイノシシの毎日毎日殺すんですよね。それが辛くなってきちゃって、だからそのただ取って殺して肉を売るだけはもうやめようと思って、それでやめたんです。でやめた後にフラット山にずっといたから沖縄に行って、沖縄のダイビングショップで1、2ヶ月だけ働いて、でそれからまた山奥に戻って、ハンティングはできるから肉を取ってくることができる。でその後のプロセッシング、ソーセージとかメイキングソーセージとかメイキングスモーカーとかクッキングとかを勉強したくて、それでイビサスモークレストランというところに行きました。それが料理を長くなるけど料理を勉強した理由。ちょっと今日はここに置いてあるやつで持ってきてるのかな。この錦鯉。昔から狩猟に興味があったわけではなくて、たまたま料理が好きだったのは昔からだけど、狩猟は全然すると思ってなかった。その取材して見つけて初めて、あ、日本でも漁師ってできるんだって思って、で誰もやってないようなことをやりたいなと思ってたから、人がやってることやっても意味がないから、その自分の特別なスキルが欲しいと思ったから、じゃあ世の中に料理人ってたくさんいるじゃないですか。だから普通に料理人になってもたくさんいる中の料理人にしかなれないから、その何か自分の専門の技術を掛け合わせようと思って、それが狩猟だった。今日のメインですね。これが2羽、これがソミュレヒって言って、塩とか砂糖とかスパイスを煮出して香りがついてる液ですね。これに漬け込んで、これは豚のスペアリブですね。これをバーベキューコンロで焼きます。焼きながら煙をかけてスモーク。最初にしっかり炒めてあげるんですね、オリーブオイルと。で、炒めたやつをところに水を入れて、で、出汁を。スペインの炊き込みご飯なんで、再来週ぐらいから日本にある無人島で100日間そのサバイバル生活をしようと。自分が無人島行くのもそうだけど、こう
お金になることはこう誰でももちろん頑張るし一生懸命やると思うんだけど、うん、お金になりにくいこととかこうパッと見一見無駄に見えるようなこととか意味がないようなことを全力でやってるのってすごくかっこいいし面白い、それ大事、これから多分そういうのがすごく大事になるなと思ってて、うん、そういう意味では多分ファニーリベンジの活動もそういうことなんじゃないかなっていうのはなんとなく感じてる。僕もそうしていきたいと思ってるから、多分そういうところで木村さんは同じ匂いを感じてくれて読んでくれたんじゃないかな。Thank you.